ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、率直に今どんな気持ちですか？ちょっと正直勝てるかどうか不安なトーナメントだったんで、優勝できてもうシンプルに嬉しいです。まあ、木内選手が60人出るってエントリーを見た時にどういうふうに思われてますか？あ、でも前々からいろんな人からその樋口選手が今年の天皇杯61で出るっていうことを聞いていたので、すごいドキドキしてたんですけど、あ、そうです、ドキドキしてました。まあ、今日の試合、決勝戦臨む前にこれだけはちゃんとやろうという選択っていうのはどういうふうに出たんですか？樋口選手はとにかく腕取りがすごく上手な選手で、もちろん高橋由紀コーチと尾形監督からもそれだけ徹底して注意しろというふうに言われてました。そうですね、やっぱり さっき言った腕取りと、あとは間合いですかね、間合いの駆け引きも重要ですし、あとは自分の構えをぶらさずに浮いてしまう癖があるので、そこだけ徹底するようにというふうにアドバイスもありました。そうですね、乙黒選手もオリンピックで金メダル取られて、自分も同じ所属で胸を借りてやらせてもらっていたので、後に続けるように頑張っていきたいなと思っています。多分アジア選手権が多分、はい、そうですね、去年アジア選手権出た時は3位で終わってしまったので、来年もし出ることになればさらにいい色で持って帰れるようにしたいです。代表以上になります。ありがとうございました。他にご質問者がいらっしゃいますか？ありがとうございました。ありがとうございました。